フランスにて演奏を行うグルカ兵学団グルカ旅団はグルカ兵によって構成されたイギリス陸軍の不評旅団である。紫外線の訓練を受けているグルカ兵東インド会社がグルカ兵の精強さに目をつけ彼らをイギリス軍側に雇い入れて以降イギリスに就いたグルカ兵たちは英印軍の第二グルカライフル連隊などに組み込まれた。インド独立後これらのグルカ兵部隊は イギリス軍の一部となり、マラヤソーランでのジャングル戦に参加し、1962年のブルネー反乱、1982年のフォークランド紛争など数々の戦線に参加した。戦闘に参加するだけでなく、イギリス領時代の香港に1997年まで駐留し、中華人民共和国への香港返還まで中華人民共和国からの侵略に備えて、 国境警備を任務としていたほか、新兵の訓練所も香港に存在していた。それ以外にも、シンガポールやブルネーなどにも駐留していた。1994年以降、4個連隊が、王立グルカライフル連隊一つになるなど、グルカ旅団は縮小されていったが、その後もコソボ紛争、東ティモールにおける、国際連合平和維持活動、シエラレオネ内戦、イラク戦争、 アフガニスタン紛争にも参加した。2015年、グルカ旅団は創設200周年を記念し、バッキンガム宮殿にて式典が取り行われた。アーティストキャプチャースキーモーメントオブゴルカロイヤルティ。ザ・テレグラフ。2014年5月16日閲覧。オペレーションズ・バイ・ファースト・バタリオン・シックス,ス・ゴルカ・ライフルズ・デューリング・ザ・マライアン・エマージェンシー。2014年5月16日閲覧。 イタブ特集20世紀最強の軍隊グルカザ・ロイヤル・ゴルカ・ライフルズ・レジメンタル・ヒストリー2014年5月16日閲覧ナポーリ・メンハブ・ビー・イン・ファイティング・フォー・ブリテン・フォー200イヤーズザ・ワシントン・ポスト https www.washingtonpost.com ニュース・インサイト wp2015-04 30ナポーリーメンハブビーンファイティングフォーブリテンフォーマイナス200イヤーズ・ワンフォトグラファーショーズホワット・イット・ミーンズ・ツー・ビー・ザ・ガーカス2015年5月23日閲覧ロイヤル・ビジット・フォー50イヤー・オールドゴルカ・レジメントザ・ナショナル・アーカイブズリリーブド12フェブラリー2012ありがとうございます